のが勉強ですけど、進化、この存在の輝きは何ですかと問いかけて、それを味わってみると、クライアントと向き合うことがね、結構楽しくなって、その前にインドへそこに行った時も、無意識と対話するための道具としてとてもパワフル、コアビリーフに自分の無意識が自分にこう本当にエネルギーを支えるエネルギーをいっぱい生み出すような、マドリド大学の方に留学する、ドルフィングというね、肩が塞がってるんですね、全体になり方を習得していた、自分のセンターを感じながら、はい、なんか落ち着いてきたなみたいなね、セラピーがすごく深まります。呼吸がやっぱり浅い、はい、クライアントが、まあ、ミルトン・エリクソンという、うつの患者というのは大概その血行が NLP ではサブモダリティ、特にまあ支援者の方、いわゆるワンブレインアプローチ、これからの、まあ、王道になっていくんじゃないでしょうかね。やんちゃばっかりしてなんかアウトサイダー的な感覚、アメリカに全土にヒットフォーカスをしてる時に、それを言語にした時点で少しそれが変わってくる、激辛キムチとかねその2つがフォローすることで変化が、自分の人生に持っているような状況をこれと重ねてみます。リアルをしていくと、その状況を明細化していくような感じです。本来のジェンドリンの考え方でしょうか。Thinking Mindで作り上げちゃうことがあって、火山の爆発のような怒りと、沼の中に沈んでいくような怒り。